本日は先日の K1 ワールドグランプリにて世界ライト級王者に輝いた朝日太陽選手とレオナペタス選手が絶戦を繰り広げ、平本蓮選手が煽っているのでそちらについてまとめていきます。レオナ選手と朝日太陽選手は1階級下のスーパーフェザー級で過去に2度対戦しており、いずれもレオナペタス選手が朝日選手からダウンを奪い完勝しております。そんな中、 K1 ファンのこのツイートが火種となり絶戦が勃発されます。レオナ選手も60キロ時代に太陽戦を断っているらしいからな。みんなに断られ続けて相手がいなくて試合が組まれなくてライトに上げた経緯もある。そういうのは一言で言えなくて、昨日今日の会見で今までの思いを吐き出してるのがわかるんだよな。このツイートに対してレオナペタス選手は、待って、2回やって2回ともダウン取って勝ってるのに断られたって言われるのはおかしいでしょ。こちらに何のメリットもない。なら K1 のベルトかけてもう1回やるって話よ。絶対やらないでしょ。それを断られたっていうのは違うと思うけどな。そもそも誰からも逃げたことはないとツイートし、このツイートに対して朝日太陽選手は、 K1 チャンピオンになって羨ましいのはわかりますが、いつまでも昔話にしがみついてないで今を生きた方がいいと思いますよ。ゴンダパーに勝ったらチャンピオンとしていつでも相手してあげますから頑張ってくださいと返信し、これに対してレオナペタス選手は、階級違うんで遠慮します、興味ないです、まあ過去は変えられないから頑張って未来を変えてください、俺より弱いくせになんで上からなん、最大の疑問、勝つまでやれば負けないって考えたから俺に勝てなかったのに、勘違いし始めちゃった系だねとツイートしております。この一連のツイートに対して平本蓮選手は、タイトルマッチ見たいです、これは俺好みの展開になってきたぞとツイートしております。本日もご視聴ありがとうございました。